皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルのみーでーす、みーでーす。こんにちは。こんにちは。あ、間違えた。こんにちは。いまだに間違えるという。はい、ということで、前回は馬を探しに行ったら、狼を発見して、この子って名付けることができました。イェーイ、イェーイ。はい。あ、大変なことになってしまった。こうだ。よし。かわいいね。早く名前つけてあげたい。よいしょ。めっちゃずっと見てる。じゃあ始めていきましょう。はい。はい、ということで、馬はですね、ちょっと一旦諦めて、前回も言ったように私はこの地下に今日は行きたいと思います。よいしょ。押し間違いすごい。何の音かと思った。びっくりした。食べ物。石があるでしょ。木を持ってないとやばいから、これチェストだ。土も欲しいな。土持ってっていいですか。土と間違えた。あ、夜なんだ。あ、夜だって言われた。寝よう寝よう。危ない危ない。生まれちゃう。よし。はー、よく寝た。難しいな。ちょいちょいこういうのやりたくなっちゃうんですよ。当然そういえば、カズヤさんの動画を見たら、私のご飯食べたくないと全然違った。っていうか、うるさい、その、カエル、カエルの音で。はい。荷物持ってるかな。私のご飯食べた後のやつ全然違くて、自分でめっちゃ笑っちゃいました。行ってきまーす。無反応。あ、バケツ、はい、どうぞどうぞ。バケツ私取っちゃいました。バケツ取っちゃったよ。すごい久しぶりに地下に行く。よいしょ。そう、ここですよ、ここ。あそこにね、レッドストーン見えてるの。よーし、今日はバケツを持ってるから、水をジャバーン。あ、イエーイ。はい、お水があるとですね、こんな感じで、このね、この黒いやつ、黒曜石っていうやつなんですけど、溶岩を黒曜石にすることができます。はーい。暗くなっちゃった。あぶない、こーい。カラカラ言ってる。あ、違うか、マカシがちゃんと音かな。よいしょ。イエーイ。あ、あっちに金が見える。わーい。よいしょ。ここにレッドストーンがあるので、まずは一旦ここを。あ、あ、ダイヤ？ダイヤだ！え、しかもなんか2個あるっぽい。わ、すごい！嬉しい！よし、じゃあまず、一回ここを明るくしてからの、お水で安全確保！まさかのダイヤ、嬉しい！レッドストーン取りに来たダイヤ、2ダイヤ、2ダイヤ、3ダイヤかな。後で見よう。これダイヤなんですよ。3ダイヤだ。わあ、初めてのダイヤ。嬉しい。ちょっと置いといて。まずはこのレッドストーン取ります。確かこれでいける。
けないかな。なんか鉱石によっては硬いので鉄のこのピッケルじゃないと取れないよっていうのがあります。ダイヤとかもね、鉄じゃないと取れないです。で、逆にさっきこのね、この子はすごい掘るのが時間かかって、ダイヤじゃないとアイテム化しない、消えちゃうんですよね。わーい、じゃあダイヤいただきます。わーい、取っちゃおう。1、2、3、あ、4ダイヤです。素晴らしい。いや、あ、こっちの金もだろ、いいですね、4ダイヤ素晴らしい。金も必要ですからね。なーい、1個だけだった。向こうもまだありそうなので進んでいきます。まさかの4ダイヤだったので一旦拠点に帰りまーす。夜でしたよね。一旦寝ましょう。どうしよう、どうしましょう。探検に出かけようと思ったんですが、一旦本日はここで終わりにしたいと思います。イエーイイエーイ。なんて言ったってダイヤこれです。ダイヤダイヤわーい。はーい、ということで洞窟には次回行きたいと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また見てね、バイバーイ。